こんにちは、ライフゴーズオンです。いつもご視聴ありがとうございます。で、今回はですね、以前このライカの SL2S で撮影した映像に対して、こうどういう、こう色の作り方、カラーコレクションとかカラーグレーディングしてるんですかっていうコメントを、お問い合わせのコメントをいただいて、まあ、言葉ではお答えしたんですけども、実はこの部分私も結構当初困ったというか、いう経験があったので、簡単にその方法みたいなものをシェアしていきたいというふうに思います。で、 SL2S で撮った映像っていうのは、まあ、基本的に私はログ撮影と言われるものをしてるんですけれども、ログ撮影すごくコントラストが浅くて、色の鮮やかさ、彩度もかなり抑えた絵で撮影して、そこから好きな色に、好きな濃さに、編集していくっていう撮影の仕方なんですけれども、ログ撮影をして、まあ、多くはラットと呼ばれている、ルックアップテーブル LUT ラットと呼ばれているものを、そのログで撮影した映像に対して当てていく、適用していくことで、こう色を元に戻したりとか、しっかりした色が乗った明暗がついた、映像に一回戻して、そこから好きな色に、編集していくっていう流れにはなるのが一般的だと思うんですけど、ライカからですね、もともと配布されている SL2S の映像用、ログ撮影用のラットっていうのがですね、まあ、経緯はちょっとよくわからないんですけれども、かなり癖のあるラットで、実際に適用してみると、ちょっと見ていただくとこんな感じなんですね。で、これはですね、プレミアプロでの編集画面になるわけなんですけれども、今見ていただいているもの、この映像っていうのが、ログで撮影したものになります。ちょっとこう色合いが乏しいというか、コントラストも少ないですし、なんかいわゆる眠たい絵と呼ばれているものですけれども、これに、ラットを当てていくとどうなるかというとですね、ライカのラットを当てていくと、まあ、いくつか種類はあるんですけど、ナチュラルっていうのを当てるとこうなるわけなんですね。ものすごく色が濃くて、コントラストが強くて、で、こう手の部分とかもそうですし、この、テーブルの上もそうなんですけれども、ものすごい赤が強い、赤みがものすごい強いんですよね。で、これはこれで、まあ好みというであればいいんですけれども、私にとってはちょっと濃すぎる、強すぎる、あと赤がとにかく強いので、仮にこれをコントラストを下げていったり、彩度を下げていっても、赤をどこかで調整しないと収まらないんですよね。で、これだとですね、映像上の絵を作っていく、色を作っていくのがかなり手間になってしまうんで、これどうしたもんかなということで、いろいろ迷ったり調べたりした結果ですね、一番簡単なのがですね、まあ、これはAdobe のプレミアプロ上での編集ですけれども、このエフェクトの中で、このすでに1回打ちましたけども、このエフェクトの中で、レベルスっていうのがありまして、これですね。で、これを適用してやると、こういうパラメーターが出てきます。見ていただくと分かると思うんですけれども、ログ撮影した映像っていうのは、このスコープ見ていただけると分かる通り、暗いところも明るいところもかなり縮まってるというか、この中心部分に集まってきてるんですよね。つまり暗いところも少ないし、明るいところも少ない、中央に寄っていて、で、サイドもそれなりに下がっているという状態になりますので、この暗いところと明るいところを引き伸ばしてやる作業を先にやります。で、引き伸ばすのは、このまず暗いところはゼロよりも下に行かないように引き伸ばしてやります。こんな感じですね。一旦はこんな感じですね。まあ、細かいことを言えば、こういうところがすでにちょっと溢れて漏れちゃってはいるんです。飛び出てはいるんですけども、ここら辺はまあ勘どころで調整してあげるとして、で、今度明るい上の部分ですね。ここら辺をちょっと伸ばしてやります。ぐーっと伸ばしてくると絵も明るくなってきましたね。で、絵が明るくなってきたんで、あとは、まあ、ある程度これぐらいっていう狙いたい映像の明るさ、中間域、ガンマ域をですね、ちょっとコントロールしてやって、
まあ、こんな感じかなということで、もうちょっとハイライト、明るいところをコントロールしてやって、こんな感じですかね。そうすると、まあ面白みはないですけれども、一旦コントラストがついて、色合いもそれなりに乗っかってる色になってきます。そうするとここから初めて、自分の好みの色合いだったりとかっていうカラーグレーディングに進んでいけると思うんですね。で、これはプレミアプロ上でこのレベルスっていうのでこの明暗をコントロールしたんですけれども、ちなみにこれの差をちょっと見ておきましょうか。これはですね、やる前がこれ、やった後がこれで、やる前がこれですね。だいぶしっかりとコントラストがついて、見やすいというか見える映像になりましたよね。ファイナルカットで、編集する場合にこのレベルスにあたるものがちょっと私見つからなかったので、その場合どうしたかというと、単純にですね、このカーブですね、 RGB カーブ、ここをちょっといじってやると今のに似たような操作をしてやることができます。シャドウをグーッと落として、だいぶ真っ暗になっちゃいましたけど、ハイライト部をグーッと引き伸ばしてやると、で中間域が暗い、まだ下にありますし、実際に絵も暗ったい感じなので、中間あたりをちょっと伸ばしてやって、ちょっとシャドウが強すぎましたね、もうちょっと上げてやって、こういう感じでちょっと調整してあげると、一旦は、まあ、見れる映像にはなってくるかなというふうに思います。さっき言ったレベルスで調整してるの と、この RGB カーブで調整してるのは厳密に言えば意味合いは違うんだと思うんですけれども、まあ、一旦ログ撮影したものから一旦コントラストをちゃんと元に戻してあげて、サイドも元に戻してあげるっていう作業はこれで一旦はできるかなというふうに思います。でそこからグレーディングであったりとか、していく必要もあると思いますし、まあそもそもその前に、ホワイトバランスもちゃんと取ってあげる必要があると思いますし、これだとちなみに言うとちょっと緑がかってるというかいう感じですよね。であとちょっとオレンジが強いかなって感じもしますよね。でそこら辺はですね、このスコープでも見て、確認できると思うんですけれども、この、まあ、例えばこの中間域でいうと赤がこう大きく出ていて、中間に緑があって青があるっていうようなこう暗さのコントラストが出てると思うんですね。なのでここら辺を例えば、このカーブで調整してやってもいいかなというふうに思います。カーブで調整して、まず赤のレッドのところをちょっと見てあげると、ちょっとレッドを落としていって緑と同じぐらいの値に戻してやって、で今度ブルーですね、ブルーもブルーは逆に下にあるので、どうでしょうかね、この辺りをちょっと上げてあげると、まあグラフ上では近い絵になってくるかなというところなんですが、実際の絵を見るとちょっと青がやっぱり強いと思うので、そこは絵を見ながら、グラフばっかり見てると変な色になっちゃうんで、絵を見ながらちょっとずつ調整してあげる。でこの辺が赤が下の方にあるなっていうふうに思ったら、ちょっと赤を持ち上げてあげるとかすることで、ちょっと見やすいニュートラルな絵になってくるかなっていうふうに思いますので、まあここら辺でも調整できますんで、まあそういった感じで、SL2S でログ撮影したものを元に戻す、起こしていくっていう作業をしていただいてもいいかもしれないですね。とにかくですね、まあSL2S で撮った映像、ログで撮った映像はどういうわけかですね、多分元からだと思うんですけれども、レッドが強い傾向にあるように感じてます。そのままコントラストをいじる、だけでいくと、どうしても赤が強くなっていく傾向にあるので、そこら辺は編集時に意識された方がいいかなというふうに思うんですけれども、まあ一旦、元に戻、ログで撮影したものを
ニュートラルな状態に戻してあげる作業っていうのはレベルスでコントロールしたりとか、こういうトーンカーブでコントロールすることで、いわゆるニュートラルな見せられる映像になってくるかなというふうに思います。もう一つのパターンで、このこうなんていうんですかね、こう渓流みたいなところですね。ここもログで撮ってるので、まあ、緑が濃いところだなっていうのは分かるんですけれども、コントラストが少なくてこうなんか浅い絵ですよね。なので、さっきみたいにエフェクトのレベルスを適用してあげて、で、スコープを見ながらシャドウをちょっと作っていって、でハイライトもちょっと伸ばしてやってと。でここは全体的に木の影になってて、比較的暗いところだったので、それを意識して中間域もちょっと下げていって、でハイライトちょっと伸ばしてあげると、まあなんとなく現地で見たニュートラル、現地で見た風景に近づいていきますね。でここからまあカラーグレーディングするもよし、このまま使うもよしっていう形になると思います。でさっき言った通り、これはこの RGB カーブのこの白いやつ、明るさですね、これでも似たような代替的な作業ができますので、これで作ってあげても一旦はいいかなと思います。でその際に注意するのは、やっぱりシャドウ部分と、ハイライト部分、これを潰さないようにするのがまあ基本かなというふうに思います。でその中で映像表現として極端に真っ暗にしていくとか、極端に明るくするっていうような映像表現であれば、そこからどんどん明るくしたりとか暗くしたりとか、また色をですね、いろんな色に調整していくっていう方法はあるのかなっていうふうに思いますので、そこはもうお好みというか、自分の表現したい色作りをしていただければなというふうに思います。ということで、簡単ではあるんですけれども、まあ、この SL2S でログ撮影した映像のカラーコレクションですね、カラーグレーディング前のカラーコレクションの、まあ、簡単なやり方みたいなことで、簡単な Tips として動画にさせていただきました。この動画もし参考になったなと思われた方は、ぜひぜひ高評価のボタン、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。